自動車部品のパワーステアリングなどを製造するジェイテクトが今日報道陣を対象に開いたのは介護向け製品の説明会です。人手不足によって、老人介護施設のスタッフの負担が増加しているなどの社会問題を解決するため、ジェイテクトは自動車部品の製造で培ってきた技術を活用した介護用品の開発を行っています。この？ 介護専用アシストスーツは腰の負担を大幅に軽減するもので全国のおよそ130の介護施設などで導入されているということですまた今年4月に発売された介助用電動アシスト車いすは高齢の夫婦やレンタルショップなどに600台ほど売れました JTEC とは介護製品のニーズは高まるとして介護の負担軽減や 高齢者の生活を支援する製品の開発に注力するとしています。